フリデリック・ビルヘルムはチェシン、チェシンコウ。チェシンコウ、アダム・バツワフの三男、母は、クールラント・ゼムガレンコゴッドハルト、ケトラーの娘エリーザベト。フリデリック・ビルヘルムの誕生時、母のエリーザベトは産辱により、彼を産んだ10日後の1601年11月19日に、亡くなった。幼い頃より、フリデリック・ビルヘルムの教育は、シロンスク出身の人文主義者。 バルタザール・エクスナーに委ねられていた。1611年、父アダム・バーツワフが、子供たちと共に、カトリックに改宗すると、エクスナーを含む宮廷に仕えるプロテスタントたちは、追放された。フリデリク・ビルヘルムは、イエズス会の下で教育を受けるため、ミュンヘンに送られた。1617年7月13日に、父が亡くなり、フリデリク・ビルヘルムが後を継いだ。しかし、 公爵は1624年までミュンヘンで暮らしていた。彼が不在の間、公国の統治は、ブローツワフ司教カール、リヒテンシュタイン公カール、オパバクルの不幸でオポーレラチブ首相徳でもあった、ゲオルクフォン・オッペルスドルフなどが構成する、摂政会議に任された。しかし本当に、チェシンの実権を握っていたのは、公爵の姉エルジュビエタル・クレツヤだった。1620年代には、 チェシンでペストが流行し、広告内の領民が大勢死んだ。また広告は30年戦争にも巻き込まれ、外国軍の略奪の標的にされた。1620年には、悪名高い傭兵軍団リソフチツイが、スコチュフの町に住むプロテスタント住民を敵とみなし、同志を徹底的に破壊した。翌1621年、チェシンは駐留していた連隊長。 カルロスピネリ率いる皇帝軍によって激しく荒廃させられた。1622年、チェシンはついにブランデンブルク選定公、ヨハンゲオルクのプロテスタント軍とカール・ハンニバル・フォンドーナ率いるカトリック軍の戦場となった。宗教面では、皇爵は寛容政策をとり、カトリックにもプロテスタントにも制約を課すことはなかった。1624年、 フリデリク・ビルヘルムによる申請が始まったが、広告の苦境がこのことで改善することはなかった。さらに1625年の早々、公爵は申請ローマ皇帝に随行して、ネーデルラントに赴き、その地の司令官に任じられることになった。しかしこの予定の途中、フリデリク・ビルヘルムは急病にかかり、そのままケルンで急死した。公爵の意外は、 チェシンのドミニコ会の教会に埋葬された。広告はアネエルジュビエタルクレツヤが継承した。フリデリク・ビルヘルムは未婚だったが、マリア・マグダレナという書室の娘を設けていた。マリア・マグダレナは1640年5月8日、ウィーンにおいて皇帝フェルディナント賛成によって着室とされ、ホーエンシュタイン男爵夫人の称号を与えられた。彼女は最初チェシン城の儀転換だった。 トルツカフォントショノビッツと結婚し、その死後に、ニコラウスルツキと再婚した。ありがとうございます。